ど大阪さんと北の富士さんが話していたように、はい、まあ、毎年いい形で九州場所を締めくくって良い年を迎えたいという思いが強くてですね、はい、それがいい結果にこれまで結びついているのではないかという話はしていましたね。ただ今年はですね、はい、先月30歳になって初めて迎える九州場所、はい、なおさら今場所にかける思いは強いという話ですね。あの30歳を迎えて、はい、秋巡業中に脇腹が硬化してになったり、はい、いろいろな小さな怪我も増えてきて最近はあの悩むことも多くなったそうなんですね、はい、ただここで一つ悩んでもう一花30歳から咲かせたいと、最近はあの夜も筋力トレーニングをしたりですとか自分の足りない部分をまた鍛えて、その成果が今場所出まして立ち合いきちんとまず当たれていると、はい、そしてしっかり次の攻め2歩目が今のところ出ているのがいいという話をしていましたね。男勢い30歳からというところをぜひ見せたいという話をしていました。らしいのがとてもありますが演歌の世界が非常に歌はうまいことで知られている。これ昨日負けたのこれ、はい、失敗してる昨日は、はい、うん、表しに小手投げで、あ、そうか、はい、30歳になっていろいろ考えることがあるという話でしたが、30歳ってったらもうそろそろ引退考えるのね、あの早い人は、うんうん、しかし40歳まで取った人もいますし、まだまだこれからもう一歩という勢いです。